はい、皆様お疲れ様です。シューチュアンです。はい、今日はですね、2020年から、仮想通貨がですね、どういうふうにですね、なっていくか、2030年とかですね、10年先には、どうなっていくんだろうということで、ニュースの方を、いくつかですねピックアップして、お伝えしていけたらなと思います。はい、ですね、まずですね、バイナンス CZC ですね、2020年は、仮想通貨を世界に普及させるということでですね、コインポストさんから、ニュースの方が、ありましたのでお伝えしていきたいと思いますね。はい、ですね、バイナンス、みんなご存知だと思うんですけども、の CEO、ジャオ・チャンポン氏ですね、新年の挨拶で、仮想通貨世界普及だと、説明しているということで、上がっておりますね。バイナンスはですね、世界にある全180の法定通貨の取り扱いを目指していると、現時点で20の、法定通貨をサポートしているということでですね、どんどんですね、法定通貨の方のサポートが、ね、増えていっているという状態ですね。はい、その、ですね、CZ 氏、ジャオ・チャンポン氏の考える今後10年の見通しっていうのがですね、2030年にはですね、仮想通貨やブロックチェーンは世界中で本格的に利用されていると考えているっていうことですね。はい、10年後っていうことですね。将来的な事例で言うとですね、Uber の自動車、自動運転サービスへの決済、また、購入した商品が地球の裏側からドローンで配達されるサービスや、バイオテクノロジー研究の資金提供などを事例に挙げたと。またブロックチェーンは個人情報管理、選挙での投票、非中央集権的なソーシャルメディアで利用されると予想しているということで、ジャオ・チャンポン氏の、予想する未来というのが、描かれています。最近ですね、CZ 氏ですね、買収するということで、つぶやいてるんですけども、昨年は9社買収したっていうバイナンスなんですけど、今年もですね、買収、するということで、まだ公表はされてませんが、ちょっと、そのうちの2社ほどはですね、結構ですね、影響力のある、という、2社ということで、非常にですね、その発表が楽しみだということで、載っております。はい、そういったことでですね、バイナンス、の動きっていうのが、結構です、最近というか、去年からもですけども、活発になってまして、はい、いろんなですね、ステーキング先物法定通貨のサポートという感じで、買収もですね、いろいろやってきているという感じですね。はい、例えばですね、中国北京を本拠地とする、DAPS 関連企業の、DAP レビューとかですね、インドのビットコイン取引所、ちょっと読めないんですけど、取引所とかですね、インド洋の、島国、セーシェル共和国を拠点にする仮想通貨取引所 JEX の回収とかですね、いろいろですね、世界展開、グローバル展開という感じで、いろんなところですね、攻めてるっていうのが、ちょっと印象的ですね。ちょっと焦っているような感じにも思えるんですが、やっぱり、ポジション取りっていうのはやっぱり早い方がいいっていうのもあると思うんで、結構そういった意味では、バイナンスの動きっていうのは結構先駆者的というかですね、やることが結構ね、他がやってないことを先にやっていってるようなイメージは、あるかなっていうふうには思います。はい、ですね、その他ですね、はい、これはコインテレグラフジャパンさんからのニュースですけども、ウィンクルボス兄弟ですね、有名な。はい、仮想通貨時代にってことでですね、誰にとっても不可欠なものになるっていうことで、ニュースになっておりました。はい、ですね、その仮想通貨の10年になることは、
ほぼ間違いないということで、まあ、2020年からですね、2030年にかけてですね、必要なことだということで、主張しています。はい、まあ、ブログで投稿しているということで、はい、ニュースになっておりますが、まあ、仮想通貨はニッチなものから脱しつつあると、近い将来に日常生活において不可欠なものになると強調しているということで、まあ、ブログを保管するツイートで平氏は次のように主張していると。まあ、現在仮想通貨はまだニッチな技術であり、マネーの携帯だ、電子メールや他のウェブアプリケーションのように日常生活に不可欠なものではない。しかし私たちはこれが変わるというテーゼに立っている。そしてよく見てみればすでに変わりつつあると、はい、言ってますね。仮想通貨によって分散化が可能になり、そのことで仮想通貨が存在意義を発揮し、個人をエンパワーメントしていくことになると展望すると。この10年以内に仮想通貨は個人の権利と尊厳を保護した上でインターネット、金融システム、そしてマネーを再設計するだろうと。これは印刷機やパソコン、インターネットの発明と同様に個人の自由に大きく貢献することを意味すると。ウィンクルボス兄弟は仮想通貨はその公平さから無視することはできない存在になるだろうと述べ、より多くの自由を選択するために人々は仮想通貨を選ぶことになると予測するということで、はい、何年も前からですね、ウィンクルボス兄弟ですね、話題になってますね。まあ、ETF の件でもですね、総選して、申請してとかですね、やってまして、はい、まあ、すごいスピーディーな動きを取られている方ですね。はい、まあ、その未来ですね、まあ、2020年から10年先の未来を見据えて、今はね、まだまだ、ね、これからだということで、まあ、多くの方がですね、仮想通貨に対してですね、未来が明るいというふうなことを、言っています。はい、はい、コインデスクジャパンさんの、ニュースとなってますが、この方はですね、慶応美術大学経済学部教授の酒井先生です。それでもビットコインは終わらないと、説くということで、インタビューを、されているということですね。仮想通貨にとっても私にとっても劇的な1年だったということで、はい、あります。まあ、2019年2月にはですね、ビットコインの価格は40万を割るまでに下落していました。法定通貨で換算した価値がビットコインの価値だとは全く思っていませんが、それは社会的需要のシグナルではあります。当時ビットコイン終わったという、世論もある中、私は書籍のサブタイトルにあえてビットコインは終わらないと、付けましたと、私なりに良いものへの支持を、表明したかったからですということで、言われてますね。まあ、周囲の反響っていうのがですね、仮想通貨やブロックチェーンを好きな人には好評ということでした。その他の人がどう思ったかは知らないですということで、いうことを言われてますね。はい、いろんな、こういう感じでインタビューを、されてまして、この方のですね、未来の予想としまして、はい、はい、老後にはですね、その頃にはですね、1BTC あたりですね、2000万くらいになってるんじゃないでしょうかっていうことで、結構で大きな金額予想っていうのをされていました。はい、何十年後っていうことになるんですけども、ビットコインがですね、普及して必要なものになって、はい、いたら2000万ぐらいにはなってるんでしょうかっていうことでですね、予想されています。はい、はい、それからですね、これからその2020年から2030年にかけてですね、法定通貨、仮想通貨っていうところで、明るい未来は
あるんじゃないかということで、もう一つですね、記事の方がありますのでお伝えしたいと思います。これはですね、法定通貨と仮想通貨を扱う新銀行世界で、続々っていうことで、イギリスでもっていうことで書いてますね。はい。世界の動きを見るとですね、結構、いろんなところでですね、仮想通貨が取り入れられているといったことがあります。これはですね、イギリスの新しい仮想通貨銀行が誕生ということでですね、載っておりまして、今月中にも、ということで、この記事がですね、2020年の1月3日の記事となりますが、今月中にもイギリスでも新しく規制に準拠した仮想通貨銀行が誕生するようだと。11月に設立から4年余りで100万口座を獲得したチャレンジャーバンク、スターリング銀行の共同創設者兼 CTO であったマーク・ヒッパーソン氏が、ハイパーソン氏ですかね、が法定通貨と仮想通貨同一の当座預金口座で取り扱うデジタル銀行、ジグルとして近々ローンチされるという予定だということですね、載っておりますね。はい。これちょっとね、かなり期待したいなって思ってまして、面白いニュースだなと思うんですけども、はい。ハイパーソン氏はですね、スターリング銀行設立前、イギリスの銀行大手、バークライズっていうんですかね、グループの技術部門責任者を10年以上務めた経歴を持つ人物ってことで、2018年9月よりデジタルバンキングのジグルプロジェクトを開始したということですね。はい。ジグルはイギリスの金融行動監督機構 FCA に電子マネー発行者としてのライセンスを取得申請中で、ジグルアプリは現在ベータ版で利用可能だということで、結構、進んでますね。はい。このジグルの、特徴っていうのがですね、結構面白くなってまして、ロンドンに本拠を置くジグルですね、チャレンジャーバンクと暗号通貨取引所の良さを一体化させ、すべてを完備した当座預金口座を作成することを目視し、法定通貨とデジタル通貨を同等に扱う口座を提供するということで、載っております。ジグルでは単一の口座で複数の通貨、括弧外貨を含む法定通貨及び仮想通貨を保持することが可能と。外貨の売買には銀行間レートが適用されると。また仮想通貨の場合、複数の取引所のベストレート利用による売買が保証されるようだということで、はい、面白いですね。またマスターカードのデビットカードを使用することで、仮想通貨を含む保有するすべての通貨を世界中どこでも即座に使うことができるようになるという。無料で口座開設ができるが、当面はイギリス在住者に限るとしており、世界的な展開は今後予定しているというふうにありますね。はい。地元メディアではですね、の報道によるとですね、2020年に10億ドルのトランザクション処理を目指していると述べており、今年の第4半期にはアメリカへ事業を展開する予定もあるということで、はい、なっておりますね。はい。このようにですね、こういう、銀行とかがですね、こういう形で、仮想通貨に対応してくるっていうことが結構ですね、いろんなところで、世界では、行われています。そういったことで、今後ですね、2020年から2030年にかけて、どういうふうな未来が待っているかっていうところはですね、こういう動きを見るとですね、明らかではないかなというふうに思っております。はい。日本ではですね、金融庁が結構ですね厳しくてですね、いろんな規制があってちょっと伸びづらいところもあるんですけども、世界がこういうふうな動きですから、いずれはですね、金融庁もですね、
まあ、インフラが整えばですね、まあ、その OK っていう形になっていくんじゃないかなというふうに予想しています。はい、まあ、それもですね、そう遠い未来ではなくてですね、まあ、予想するにですね、例えば3年後とかですね、4年後5年後っていうあたりで、まあ、変化してくるんではないかなというふうに自分はですね予想しております。まあ、ですね、まあ、今後、仮想通貨の未来というのはですね、かなり期待されていると思いますし、まあ、自分もずっと見てきてますけどもね、まあ、必要になってくるものだと確信してます。はい、それでは、今回のニュースはですね以上となります。はい、ちょっと長くなったんですけども、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。また、そういったニュースとかですね、いろんな、いい案件ありましたら、お伝えしていこうと思いますので、何らかですね、聞いていただけてる方にですねお役立ちできたらなというふうに思っています。はい、それではですね、よかったらですねチャンネルの登録の方よろしくお願いいたします。はい、それでは失礼いたします。